はい、どうもこんにちは、カントマです。カントマです。ありがとうございます。今日はね、なんかこんなテンションなんですけど、めちゃくちゃビッグプレイヤーを読んでおります。まあビッグプレイヤーといっても、まあ、僕たちね、まあ、仲いい選手なんですけど、はい、今日ね機会をいただいたんでテニスをねしていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、どうもこんにちは。こんにちは、内本高見選手です。ついにね登場していただくということで。出ましたね。出ましたね。ついについにずっとね前々からちょっと言ってたんですけど、そうですね、まあ、いつか一緒にテニスがねできたらなってところで、まあ僕引退した身なんですけど、こうやってね YouTube 活動してるんで、まあいつか彼を単勝を取りたいということで、今日はねこういう機会いただいたんで、ちょっとねランダー対決をやっていきたいと思います。はい、まあ、僕と、まあ、要ちょっと相手にしていただければと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、タイムトゥーゴランダで意識していることは、僕は2つあります。1つは、ストロークでシュートボールだけではなくてロビングを混ぜてラリーするということを意識しています。それの意図としては、やっぱり試合の展開でこうずっとシュートボールを打つという展開はあまりないので、まあ、その展開を意識してシュートボールとロビングを混ぜての、立体的なテニスをするということをランダでも意識をしています。2つ目が、下半身でボールを飛ばすということです。やっぱり上半身で力を使って振ってしまうとボールが安定しないので、できるだけ下半身でボールを飛ばすように、で上半身は力を抜くように意識しています。以上です。
お疲れ様でした。ありがとうございました。球クソ速くね。いやすごい。結構何回かランナーしとるんですけど、球重くなってる気がする。確かに大学の時より球速くなってくるし、ね、ほんまに。なんか重くなってる。そうそうめっちゃ嬉しいな。やっぱね、みんなそれぞれ成長してるということで。そうですね。こうやってね久しぶりに会って、マテンするの楽しかったですね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。遠いとこ行った時の、あごめん。いいよ。普通に聞いていいしよ。クロス行った時さ。クロスラス、そうそうそう、あの球がマジで、まあ、全員も取れんし、大体クロス出てくるスタンスこっち、うん、へえ、逆にストレートいいこと聞きました、いいこと聞きました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、いい時間でした、ありがとうございました。さあ今の動画良かったと思ったらチャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、 See you soon。 完璧じゃないですか。突然なんですけど、今日あのやってほしいことがありまして、はい、逆クロスロブで回されたやつをトップ打ちでやってほしいなとちょっと思いました。Yeah.